はい、スピリチュアルですね。はい、今回で何回目でしょうかね。前回のもですね、20回になっていただいてですね、20回になっていただいて再生回数ですね。で、まだこれからもですね、伸びると思うんですね。この毎度毎度私、あれいろいろこうやって吹き込んでますので、再生リストをやってますので、ぜひ第1回目からですね、この毎度毎度この説明のところに書いてありますので、はい、それから他のやつも書いてありますので、あとね、子供を守る会ですね、子供を守る会ですね、今トップになっていただいてですね、私の、少ないアクセスですけども、トップになっていただいたんですよ、アクセス数がね、その項目がね、だからそういうことなんですよ、でみんな分かってるんですよ、分かってて変えたいと思ってんですよ、変えたいと思ってんですよ、変えたいんですよ、変わんなくちゃいけないんですよ、もう絶対変わんなくちゃいけないんですよ、変わるにはどうすればいいですかっていうことでね、変わるにはどうすればいいですかっていうことでも長い間もうね4年間喋ってきましたけれども、本当の気持ちで生きることなんですよ、一人一人がですね。この前に、ね、名探偵コナンの曲のね、あれ喋ったんですけども、真実は一つなので、真実は一つなんですよ、真実は一つなんですよ、ね、名探偵コナンが教えてくれてんですよ、いろいろ教えてくれてんですよ、声を変える機械だってね、今話題ですけども、名探偵コナンずっと前からやってんじゃないですかね、それもまあ吹き込んであると思いますけどもね、だからですね、被害者は子供なんですよ、被害者は子供なんですよ、被害者は子供なんですよ、よろしいですか、被害者は子供なんですよ、みんな大人がね、変なことやってるから、大人が変なことやってるから子供もそうなっちゃうんですよ、どこでもですよ、どこでも何でもですよ、で大人になっちゃうんですよ、そのままね、そのまま大人になっちゃうんですよ、私だってそうでしょうね、私だってそうなんですよ、でも情報がなかったからね、インターネットがなかったからですね、分かんなかったわけですよ、私の父親はね、で私は分かったので、子供には会うたびに何かは伝えてるんですよ、それで、息子なんかちょっとやっぱりね、ちょっとやばいですけどね、やばいですけども、でももうそのうち気がつくでしょ、さすがにね、でもね、何があってもね、子供を愛してるので、娘の方がね、分かってるかもしれない、分かってないかもしれない、分かんないですけどね、子供が被害者なんですよ、子供がね、だから私はあれしたことないんですよ、あれをね、あれをしたことないんですよ、一回もしたことない、でも前はね好きだったんですよ、あれ歯が隠せるからね、私歯が悪いもんですから、それを隠したいね、隠したかったんですよね、だからそれはいいものだと思ってたんですけど、とんでもないものだって分かってですね、そういうことなんですよね、それだから子どものページがトップになってくれてんですよ、全部書いてあるので、いろいろ書いて、あんまりねいっぱい書きすぎてもね、もうそれ誰も見ないだろうと思って、その情報をですね今減らしましてですね、なんかいろいろいっぱい書いてあってもね誰も見ないからですね、1個でいいかなと思ってですね、いろいろ情報減らしましてね、この私の、ページの中には入ってますけどね、アクセスがあるのは、コルナサインっていうのとですね、コルナサインっていうね、コルナサイン、悪魔サインですね、それと今青山東子さんね、ずっと青山東子さんのね話題ですよね、日航機のね、日航機の日本航空123便ですね、そんぐらいですね、あとなんか本に興味がねある人いっぱいいらっしゃるんで、読書がやっぱちょっと
トップに来てますけどね。まあそれは変わっていくと思いますね。うん、青山透子さんのはね、全然誰からもコメントつかないですね。うんうん、ね、これやってますんで、青山透子さんね、もう長い間、もう長い間やってますんで、青山透子さんね、それね、ページ書いときましょうか、書いときましょうか、ここに書いときますね、青山透子さんね。でも その青山透子の1ページだけでも結構膨大だから、やっぱりね、うん、だから1個ずつね、1日1個ずつでも見ればいいんですけどね、うん、膨大なんですよ、うん、膨大なんですよ、うん、あ、これもこの動画もちょっとそれに足させていただきますかね、うん、で結局ですね、何も誰も言ってこないしですね、うん、言ってこないんですよ。だから分かんないな、ツイッターで書く人いるんだけど、うん、あれはどうなのかな、分かんないですね。ツイッターで青山透子で検索していただければね、いろいろ書いてる人が出てくるんで、まああれは一部しか出てこないですけどね、一部しか出てこないですけど、まあいろいろね、あと他の検索エンジンとかね、うん、他の検索エンジンって言ってもね、もう全然ダメじゃないですかね、ダックダックゴーだって買収されちゃってるしね、うん、ダメなんですよ。だからね、うん、やっぱりね、グループとかを作ってね、やるしかないかなと思ってね、作ってはあるんですけどね、うん、それはね、ミクシーにもあると思いますしね、うん、だからね、そういうところでないとちゃんと本音が出てこないかもしれないですね、うん、分かんないですけどね。はい、そういうことでですね、とにかくね、子供は被害者なんですよ、ね、うん、で、まあ、いろんなスピリチュアルの見てね、人にお金払うのは別にね、自由ですけども、多分私はそれだと力が出てこないような気がしてですね、うん、気がするんですよ、うん、なんでかっていうと、あれをしてね、あれをしてる人はね、うん、あれだから、うん、本当の気持ちで生きてないじゃないですか、うん、本当の気持ちで生きてないんですよ、自分のね、うん、ね、誰かにお金払ってね、こうすればね、幸せになれるって思ってたらね、誰かにお金払って高額を払ってね、うんうん、いや、それ高額払うお金があんならですね、ちょっとね、私も協力していただけたらなっていう、なんかね、別にそういう動画を出してるんですけどね、うん、そういう動画を出してて、ここにも書いてあると思うの、確か書いてあると思うんですけどね、うん、ね、そんな高額を出すお金があるんだから、うん、ね、うん、全然困ってないんだから別に、うん、それでいいんじゃないのかなと思うんですけどね、うん、何も困ってないですよね、うん、だから本当の気持ちで丸々をね、丸々して丸々を丸々してる人は、うん、本当の気持ちじゃないわけですよ。そうしたら、うん、力は出てこないと思うんですけど、いかがですかね、うん、だからわざと私怒るんですよ。だからそれでまたね、怒らないとかそういう人もいるんだけど、うん、うん、それなんかね、みんななんか優生思想的なね、動画がね、いっぱいあるんですよ、優生思想のね、うん、もうその私優生思想が嫌なので、もうすごい嫌なので、うん、みんなだから、この名探偵コナンでも言いましたけど、人間っていうのはみんな一人一人違うわけでございますよ、ね、だから一人一人が希少価値なんですよ、希少価値なんですよ、うん、世界に一人しかいない、ね、もう誰でも言う通りですね、世界に一人しかいない貴重な生物なんですよ、私もね、私もそうですよね、うんうん、だからそうしたら世界に一つしかないんだから貴重じゃないですか、ね、貴重ですよね、
にゃんこさんと暮らしてたとしますよね。そのにゃんこさんは一人しかいないわけですよ、世界にね。だから可愛いじゃないですか、ね、他ににゃんこさんいっぱいいるけど、自分と一緒に暮らしてるにゃんこさんが一番みんな好きなわけですよ、誰でもね、うん、そのにゃんこさんは一人しかいないからですよね、うん、だからまあロボットもいいですけども、いいですも確かに便利だと思いますけどもね、うん、まあそれも分かんないですけどね、私のは何も分かんないんですよ、うん、分かんない、分かんないものは分かんないって言ってですね、何も断言しないですしね、うん、断言できないんですよ、何もね、何も断言できないんですよ、分かんないからね、うん、まあそのうち分かんのかもしれないし分からないですけどもね、はい、そういうことでですね、本当の気持ちで生きてないかったら、うん、あのスピリチュアルも何も自分の力が出てこないですよね、うん、そういうことで、こういうなんかタイトルつけたいと思いますけどね、まあでも偉そうになるからやめときますけど、うん、でも私そう思うんですよ、そう思うんですよ、自分に本当の気持ちで生きてなかったら自分の本当の力は出ないと思うんですけど、間違ってますでしょうか、はい、ということで、またね、また動画を撮りたいと思います。はい、どん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 ね、再生リストが増えていきますのでですね、うん、増えてきますので、それがですね、なんかね、伝わってんだなっていう、すごい、ね、実感があるんですよ、実感が。コメントとかつかないですけども、うん、だからこれもやっぱり第6巻であり波動ですね、宇宙戦艦ヤマト波動砲の波動だと思うんですよ、雰囲気とかですね、そういうものを感じるんですよ、うんうん、だから私程度の人間でも頑張れば、そうなれるのかなって、こうね少し、うんうん、少しいつからかな、うん、実感が出てくるようになったんですよ、はい、うん、まあそんなにね、すごいことにはならないと思いますけどね、うん、うん、いいんですよ、いいんですよ、微力でいいんですよ、はい、だからまあ子供のねページがねトップになったってことでね、うん、やっぱり、うん、そういうことなんですよ、みんなが求めてるのはそういうことだなと思います、はい、はい、どうもすいません、失礼します。